この波で今解説というね、周りに広がるというのをやりましたが、干渉という現象、2つのものがこう相互作用するのは干渉ですね。で、波の場合はどうなるかっていうと、こう波の工程が揃ってるね、こういう時はそのこれが足し合わせになりますから、1たす1は2みたいな感じで、倍の大きさの波になります、ね、ぴったり合ってると大きくなる。あ、ちょうど半分ずれてて、高いところに低いところ、低いところに高いところと、こういう感じになると今度は1-1だから0になっちゃう。でこれがその干渉っていうやつです。両側からその血統みたいに2つのパルス光源がこうあって、でこう用意どんで打ち合いをします、ね、で、さっき言ったようにこのちっちゃい波のパルスがこうパーッと両側から、まあ、高速度だからものすごいスピードだけど飛んできます。でそれがちょうど真ん中でぶつかるというか、真ん中でそれを見ているとこの状態、ね、波の高いところと高いところがだんだん来る状態がこれと同じになるので、非常に大きな信号が見えるはずですね。この、2つの、パルスが大きく見える。でちょっとずれたらどうだろう、誰か、はい、君どうなると思う？そうね、ぴったり合わないから、あ、弱い信号しか取れません。同じ距離のところだけがうまく、浮かび上がって見える、そういうことができるはずです。そうだよね。光の干渉を利用してパルス波の大きさを制御できれば、ナノサイズの微細な現象の測定や、目には見えなくても光の透過する物質の内部の状態を観測することも可能になります。実際には異なる場所にある2つのパルス光源から同時にパルス波をぶつけるのは難しいため、1つのパルス波をビームスプリッターを使って2つに分け、それぞれの反射光を干渉させた結果の信号を測定します。分岐した2つの光が反射するまでの距離が同じであれば、干渉した結果は元のパルス波よりも大きな信号として測定され、距離が異なると小さな信号として測定されます。この原理を利用すると、光の透過する物質の内部の状態を光の波長サイズで観測することができるわけです。検出物体のその反射した位置が鏡と違う距離にあるときは、検出信号は弱くなっちゃうわけだ。いいかな。皮膚の表面は見えるけど中は見えないよね。で中はなぜ見えないかっていうと、表面のところから来る光が邪魔をして奥まで見えないわけだ、ね、だから奥から来た光の反射、ね、僕の指にレーザー光を当てます、ね、見えるよね、赤い色が。だから光は中まで通ってるんだ、ね、で反射もしてくるんだ。だけど表面から来るやつが強いから奥が見えない、ね、だから中が見たいときは表面から来たやつはこういうことで消してしまって、奥から来たやつだけを取れば奥が見えるよ ね。それをやりたいわけだ。この鏡にアクチュエーターくっつけといて動かします。で近いところにあるときはこの近いところから反射した光とちょうど揃うから、A の場所からの信号がうまく見えます。だけど他のところから来たやつはこれと合わないから見えません。次にミラーを B' 点に動かします。そうすると航路が長くなるから、こちらも同じ長さのこの赤い光、この分だけが取れて A や C は見えないよね。いろんな深さで、しかもさっき言ったようにビームをスキャンすればこの A 面の中のいろんな濃淡、B 面の濃淡、C 面の濃淡と、こういうのが全部取れる、ね、でそれを重ねてみれば、いわゆる断層撮影ってやつでこのスライスを重ねて、それで立体的にこう見るということができるようになります。